それでは第9試合で1ラウンド KO となりました、安本春人選手のインタビューです。おめでとうございます、ありがとうございます。試合終わっての率直な感想からお願いします。そうですね、まあ倒せてよかったです。対戦相手のメルダント選手いかがだったでしょうか。そうですね、強かったですね。めちゃめちゃで倒せるかどうかなっていう感じだったんですけど、まあ倒せてよかったです。はい、ではここからお願いします。1ラウンド序盤結構相手の攻撃食らってたように見えましたけど、効いたものはありましたか。そうですね、パンチとか結構序盤もらって引導も結構合わされたりしてたんで、まあ、ちょっと若干焦った部分もあったんですけど、まあ、しっかり見てできたかなって感じです。今日具体的にはどんな作戦立てていたんですか。まあとりあえず倒しに行くのは倒しに行かないっていう感じでやってたんですけど、まあ、1ラウンド様子見て 2-3 でこう前詰められたらいいなっていう感じでこう頭の中で思ってたんで、まあ、そうですね、まあいい感じにできました。久しぶりのライズのリングでしたけど緊張ってのありました。緊張、そうですね、めちゃめちゃ緊張しました、はい、もうマジで帰りたかったです。試合前その帰りたいって気持ちをどうやって沈めたんですか。いやもうそうですね、音楽鳴った瞬間、ああもうやんなきゃいけないって思って、でまあそうですね、はい、気合い入れました。セコンドからは試合中どんな指示が飛んでましたか。試合中の指示は全然聞こえなかったんですけど、まあとりあえずなんか自分なりにこう、まあ、蹴ってパンチも当ててっていう感じでできたかなっていう感じですね。あのフィニッシュとなった右手も会心の一撃でした。そうですね、あれ狙ってて右ストレート狙ってたんですけど、そうですね、まあいい感じに当たったっすね。ライズの再デビュー戦を白星もいい勝ち方の KO で飾ったわけですけど、これからどうします。まあなんか8月にフェザー級のタイトルマッチがあるらしいんで、まあその勝った相手とやりたいですね。年内にもやりたい気分ですか。そうですね、まあ年内まあできたらいいですけど、まあそうですね、やりたいですね、でかい大会で。わかりました、ありがとうございます。はい、ございます。他ございますか。大丈夫ですかね。はい、では最後に応援してくれたファンの皆様にメッセージをいただければと思います。今日は応援ありがとうございました。また次もまあ、面白い試合するので、応援よろしくお願いします。おっす、ありがとうございます。では以上で安本選手のインタビュー終了となります。ありがとうございました。